はい、皆さんどうもこんばんは。東京のバチ抜け動画で誰よりも最速でありたいバチ抜けデカであります。よろしくお願いします。今日はですね、旧江戸川に来てるんですけども、時刻の方が、1月31日7時9分ですね。まもなく7時10分になろうとしております。やっぱりと風がちょっとあって寒いですね今日は。やっていきましょう。そして先ほど1名ちょっとすれ違ったんですけども、帰られたのかちょっと移動したのかちょっとあれですが、こちらの方にはアンガーさんはね、迷惑になりそうなところにいらっしゃらないので、さっき照らしてちょっと見たんですが、街は抜けてないですね。ちょっとで水はやっぱ朝よりちょっと 10% ぐらいクリアになったかもしれないですかね。同じかちょっとクリアになったかぐらいですね。はい、ちょっと抜けてないです。ただ流れはいい感じに効いております。あれ、旧江戸川の湾戸付近ですね。イカズチ公園付近です。水温は7度ですね。7度、朝と全く変わらずです。はい、やっていきたいと思います。でバチが抜けてないんで、とりあえずシンキングミノを、流れに乗せて流してみるパターンを最初にやってみたいと思います。はい、はい、よいしょ、お願いします。よいしょ、ちょっと一旦下まで。これで転んだら最悪だな。足元はさすがにこう照らしていかないと危ないですからね。よし、ここに道具を置いて、よっしゃー。最初は、ベッパーの80でいきます。色はチャートです。よろしくお願いします。よっしゃ、アップに投げて流していきます。こっちに網置いちゃったな。どうしようかな。網ちょっと移動。よし、こっちだ、こっち。 OK、 いつもランニング準備 OK。 行きます。いや、そろそろ一匹釣りたいっすね。真冬とはいえ釣りたい。家に戻るときにちょっと風もっとあるかなと思ったんですが、だいたい2メーター、3メーターぐらいですかね。そんな感じです。いやいやいや、結構ねこっち暗いんで怖いんですよ。結構怖がりなんで怖いですね。幾分怖いですね。ちょっと潮目までかっ飛ばしたいので、どうしようかな。ここちょうどね曲がるんですけど、いい感じに曲がるところなんですけど、ちょっと投げたい方向から風が来る感じなんですよね。アップに45度で投げるとちょうど向かい風になっちゃうような状態です。どうしようかな。いやー、なかなかスムーズにスパッと抜けてる抜けてるってならないもんですね。まああとみんなやっぱこの潮、大潮の次を狙ってる感じで毎週毎週言ってるみたいな、あの花粉みたいに今年は去年の10倍みたいな感じで毎年関係ないか、あんまり違うか、ちょっと違うかな。来週抜けないとまた来週ですかねって感じになるんですよね。やっぱ皆さん希望も込めて、まあそうだよな。タイミングさえ合えば一番イージーに釣れると言ってもいいんじゃないですかね。バチ抜けっていうのはイメージですけど、うん、もうちょっと層を下げて、スネコン130でいきます。
りますと。これでいきます。連れてくれ。よし、流れに負けないくらいのゆっくりぐらいのスピードで巻いてます。流れよりちょっと早く巻かないと。 SG 描いてくるんだそうですけど、まあでも信じていくしかないって感じですね。本当は中川、新中川行こうと思ったんですけど、新中川はちょっとね、僕もあまり詳しくないので、ポイント外すと入りたいところに入れないっていう可能性が結構僕が入るエリアではありそうだったので、結構あの杭がね邪魔して、意外とキャパが少ないんじゃないかなと思うんですけど、橋桁のところにね、橋レイヤーに入られちゃうと一人先行者さんの方がいらっしゃると、もうちょっとどうしようってなっちゃうようなイメージだったので、キャパの広いキュエド側をチョイスです。今クロスで入れましたね。なので早めにこう U字を描いて帰ってこいって感じです。祈祷としてはゴゴゴンってこう来てほしいな。この流してる時いやいや後ろから音がするけど、あれかな、駐車場かな。ホラーでしかないっすよ。いやー、ナノムさんが言ってましたけどね、ポップがねめっちゃかっこいいんですよね。やっぱ人間味が溢れてますね、ポップは。僕は大の大冒険はですね、まあ、スペインにいる時にちょっとねやってたんですけども、古いやつをやってたんでね、新しいやつの大の大冒険の方は見たことがなかったので、おすすめされて見ておりましたけど、やっぱ魔法とかもキャラも綺麗になってるんで、エフェクトも見てて気持ちがいいものです。楽しいです。今度はアップで入れてます。さあどこで何を食べているのか、すっごい気になる。ちょっと網が出てるなんていう情報も結構ちらほら見ますので、ちょっとね不安ですけどね。そうだな、もう一回ちょっと見てみましょうか。光の範囲を狭めていきます。抜けてないですね。抜けてないね。まあ、すごいいい感じに流れてる時もある、本当にパラッパラとしか流れてない時もあるんで、まあ、一概にじゃあ完全に流れてないかっていうとそれも言い切れないんですけども、ちょっとねパッと見いらっしゃらないなって感じです。はい、ではちょっとここで一旦動画の方をストップさせてもらって、あれですね、また後でちょっともうちょっとやれるので、それで、どうなったかを報告させていただきたいなと思います。では一旦、失礼します。はい、皆さんどうもお疲れ様でした。今ですね、後ろを見てもらうと分かると思うんですけど、ディズニーランドの花火がね上がっておりますということはね、何時か分かると思います。今は8時ですかね。いろいろ試したんですけども、まあ、あんまり表だってそのバチ抜けっぽいルアーばっかり使ってたわけじゃないんですが、ちょっとバイトは得られなかったです。でバチ抜けもね、まあ、何分かおきにちょっとチェックしてみたんですけども、やっぱり見られなかったです。はい、なのでまたちょくちょく出撃しますけども、この中潮大潮終わって後の中潮
あたりが一番期待できるのかなと思いつつ、まあ、気温とかね、風とか、天候によると思うんですが、その辺までもね、なるべく調査行けるように頑張りますので、よろしくお願いします。ではまた明朝お会いしましょう。僕じゃないですけど、失礼します。はい、ディズニーの花火が綺麗に上がっております。はい。